国営昭和記念公園緑の文化ゾーン北側、災害医療センターやイケア立川などが立ち並ぶ交差点の目の前に、4月1日にオープンしたばかりの高松口ゲート。この日はそのオープンを記念し式典が行われ、公園をはじめ立川市や昭島市などから多くの関係者が参加しました。今回新たに完成したのは高松口ゲートを含む 4.1 ヘクタールで、公園利用者の利便性や立川駅周辺地域の回遊性向上が期待されています。それではゲートカットをどうぞ。皆さんありがとうございました。式典の最後にはバルーンリリースも行われ、多くの参加者が高松口ゲートのオープンを祝いました。こちらの今緑の文化ゾーンの方は立川駅の方から入る曙口の方がございまして、こちらの立川駅の方から多くの方いらっしゃっていただいているんですけれども、なかなかそちらの方から町全体の方に流れていくというのがなかなかないというところで、まあ、この今ここにまさに大型の商業施設ができたりだとか、それからまあ都市軸関係でいろいろな新たな施設ができたりだとか、そういうのは町全体を回遊性を高めていく上で、公園としても曙口から高松口の方へ抜けるルートができるということで、まあ町全体のこの回遊性の向上にというところに一つ資するのではないかということと、それからまた新たなゲートができることによって、また新たな層の方がですね、公園のまた有料区域の方にもですね、多くいらっしゃっていただけるんじゃないかということで、地域にも公園にも大きなメリットがあるのではないかというふうに思って整備の方を進めてまいりました。まだ2週間ということもありますので、まだこちらの方の認知度の方もまだまだというところはありますけれども、やはり地域の方々を中心に憩いの場ですとか、それからまあマラソンだとか、そういう方も多く利用していただいているというところもあって、喜びいただけるのかなと、ますます今後もそういう方に、あるいはもっと多くの皆様にご利用いただけるように、こちらも広報に努めていたり、またここら辺でのいろんなさまざまなイベントの展開に進めていきたいなと考えております。